はい、こんにちは。カートレスタジオの亀田です。今日はね、腹筋を紹介します。腹筋といっても、クランチ。腹筋とクランチ結構似てるんだけども、一般的に皆さんがやってる腹筋っていうのは実は腹筋ではなかったりします。腹筋というのはね、お腹をしっかり収縮さすっていう動作が腹筋なんだけど、起き上がるとかね、伸ばす、いわゆるドラゴンフラッグとかね、いろいろ腹筋ローラーとかいろいろあると思うんだけども、案外ちゃんと腹筋が効いてなかったりします。そんなのでね、今日はね、よく効くクランチを紹介しますので、一番最後までね、ご視聴ください。そして、よかったらコメントもください。じゃあまずね、一般的にやっている腹筋ちょっとやってみようと思います。はい、まず寝た状態で足は、肩幅ぐらいに広げて、手は頭の後ろに組みますよね。で、このまましっかり起きていく、こういう動作ですよね。こういう動作をやると思います。多分実はこれって腹筋効いてないんです。だからこの腹筋が100回とかできたからって言って腹筋変わっている人は少ないと思います。何が違うかというと、ここからここまでは腹筋動作なんだけど、ここから起き上がることによって腹筋ではなく腸腰筋が働いています。なので、それ例えばここの時間が上がってしまうと短いので、腹筋ほとんど効いてないです。なので、この腹筋というのはおすすめしていません。まあ、腹筋ではありません。そして、効果的なクランチというのは、形は似ています。足をこの状態で、手はですね、首の後ろでクロスをします。こういう感じで、こうではなく、こういう感じで、指先で肩甲骨に触れる感じです。この状態で、寝っ転がります。そして寝っ転がったら、手が床についてるのが分かると思うんですけども、この手を床から下を向きながら離す。クッ、クッ、こういう感じです。キュッ、キュッ、こういう感じです。で、このトップポジションで1秒キープします。なので、起き上がる動作と加えて2秒ぐらいと思ってください。ここから1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、といった感じでですね、初めにやった腹筋運動、あれはですね、腸腰筋運動、まあ、いわゆる腸内の筋肉、まあ、便秘とかにはいいと思うんだけども、腹筋はあんまり使えてない腹筋動作になります。そして次にしたのは、お腹にしっかり効く腹筋運動、まあ、いわゆるクランチですよね、という運動になります。そして手を後ろで組むことによってですね、例えばこう組んじゃうと手で頭を起こしてしまっちゃうんですよね。だけどクロスをすると手の反動が使えないんで、腹筋にしっかり、例えば緊張を失わない状態で腹筋ができます。そしてトップポジションで 1秒キープで戻りますっていう感じでですね、腹筋やっていくと大体、まあ、10回から15回ぐらいでちょっと腹筋が言うこと聞かなくなってくる感じがあると思います。で、今まで例えば腸腰筋を使っていた腹筋をしていた方っていうのは、腹筋だけに効いてくるので、いつも例えば腹筋、まあ、腸腰筋運動していた人は、上半身、例えば肩、首、そしてお腹に乳酸が溜まってきて疲労感があると思うんだけど、腹筋にはあまり効いてないです。だけど今したクランチっていうのは腹筋に直に効くので、腹筋だけが疲れてくるんでですね、いつもやっている疲れの感覚とはちょっと違うと思います。なんか腹筋が言うこと聞かないなっていう
感じの疲れ方です。なので床が効かないなと思ったら一回やめて、そして1分ぐらい、まあ30秒ぐらいかな、置いてまたやる、そしてまた30秒ぐらい置いてまたやるっていう感じで4セットぐらい行うとですね、腹筋しっかり効いています。なので今みたいに、手をですね、肩甲骨でクロスして手のハンドを使えない状態で下を向いてお腹を縮める、お腹をクッと縮める感じですね。起き上がるんじゃなくてクッと縮めるっていうのがですね、腹筋運動になるのでですね、今回の動画を参考にですね、皆さんぜひやってみてもらえたらと思います。よかったらね、高評価、低評価、コメントもねお待ちしてますんで、アクションを起こしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をねしてない方はしてもらえたら、いろんな動画をアップしてますので、ぜひご視聴ください。ありがとうございました。